病院で注射を打つときにお医者さんから力を抜いてくださいと言われることがたびたびあるものの、力の抜き方がわからない不器用なゆっくり霊夢です。目の前に針があるのに力なんて抜けませんぜ。なので何も考えずにこれを乗り切っている。痛いことが何よりも嫌いなゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは諸葛亮孔明よりもはるか前に離言の危険性を見抜いていた男、陳信よ。彼は過去に紹介したことがある人物なものの、特徴的な人物でぜひ皆様に知ってほしいので再度紹介するわ。むむむ。離言の危険性を事前に見抜いていた男ですか。こいつは楽しみな人物です。さて改めて紹介するのは陳信、あざなお孔輝。蜀の国のみならず呉の国からも丁重に扱われた男。彼は一体どういった人物なんですか。陳信は慶州南陽郡出身の人物で、劉備が210年の時に慶州牧に任命された時に劉備に登用された男ね。その時、陳信は劉備から従事に任命されて諸軍の管理を任されたの。慶州には賢人が多いですからね。陳信もその賢人たちの中の一人ってわけですか。その後、劉備は益州の君主である長老から、漢中の長老を討伐してほしい、との要請を受けたので多数の将兵を率いて職入りを果たした。その諸将の中に陳信も含まれていたようで彼も劉備と共に職入りを果たしているわ。その後、劉備はちゃっかり軍を反転させて益州の優勝を攻撃して彼を、降伏させた。この時陳信は何か功績を残したのか蜀郡北部隊に任命され、後に軍の名前が変更されたこともあって貧山大守に任命された。その後も陳信は権威大守に任命されるなど各地を転々としたようね。むむむ。いきなり大守まで出世ですか。歴史書には書かれていませんが陳信もある程度劉備の下で功績を残したのでしょう。225年。劉備の時代からその子である雄然の時代になると、陳信は中央に呼ばれて尚書に任命され、後に尚書令に任命されて劉備が起こした蜀と呉の異様の戦いのごたごたを整理するためにしばしば呉に使者として出向いていたの。そして229年、呉の君主である孫権は勝手に呉で、皇帝に即位して多くの蜀の臣下たちが雄然と孫権が対等な立場になったことに不満を持ち、呉との同盟破棄を考えるようになったの。まあ蜀の上昇諸葛亮は義を滅ぼしていない今、呉と対立するのはまずいと思って陳信を永遠に任命して孫権の皇帝即位を祝いに呉に向かうことになったの。これまで蜀の君主である雄然の立場は皇帝、で孫権は呉でしたからね。蜀と呉は同盟関係にありましたが、立場上は皇帝である雄然の方が格は上でした。なので蜀としては孫権の皇帝即位は嬉しくはないのですが、外交の都合上これを黙認せざるを得なかったってわけです。諸葛亮は使者を送るのにあたって事前に呉の重鎮で兄である諸葛欽にお手紙を送った。いわく、陳信はまっこと誠実な性格をしている男であり、年老いてからもそれだけは一切変わっておりませぬ。彼こそが蜀と呉に平和をもたらす使者と言えます、というお手紙を送って呉に対して敵意を持っていないことを伝えたの。仕上げはお兄ちゃんってわけですか。諸葛亮は生地自分の兄が呉の重鎮だからコネを十二分に使えますぜ。陳信は守備よく国境を越えて呉の領土に入るとここで呉の役人にあらかじめ用意していたお手紙をあげたの。そのお手紙には、我が国と呉国との間では使者の行き来が盛んに行われており、関係が良好であります。その証拠に孫権様が呉即位なされてからというもの、西にある蜀と東にある呉の国の人々は大いに、幸せそうであります。このような状況で国賊儀を討伐しに行けば必ずやこれを打つことは可能でしょう。孫権様の即位を蜀は皇帝雄然並びに多くの臣下たちが喜んでおり、いかに蜀が呉国を頼りにしているのか伝わるはずです。私はその蜀の臣下を代表してご挨拶をしに入国いたしました。まるで自分の国に帰るような、ことと同じ気分でご入国しています。しかしこんなリラックスした気分では私はいけないとも感じています。いにしえの時代、秦の臣下が炉に赴き炉の前の君主と同じ名前の山を口にする無礼を働き、大いに非難を受けた例もあります。
このように国家の礼儀というものは国ごとに違い、私は知らずながら語で何か、無礼な行いをする可能性もありますので、どうか私たちに語の礼儀をお教えいただけませぬか、と書いてあったみたい。むむむ。かなり丁寧なお手紙です。その後、陳信が武将に到達すると孫権は陳信と共に生贄の地をすすって盟約を結んだの。そして義を滅ぼした暁には天下を二分し、呉は徐州、余州、幽州、青州を領土とし、蜀派平州、領州、紀州、遠州を領土として司州は函谷関を境界線としたの。まあこの話は義を滅ぼした後の話ですからね。果たして何年後になることやら。その後陳信が蜀に帰還すると彼はこの任を全うしたとして常陽帝公に報じられたの。231年、諸葛亮は軍を率いて北伐に向かったものの、蜀の重鎮で中央で食料の輸送を担当していた李元が、兵糧の輸送に失敗したので撤退してほしい、と諸葛亮に伝えて諸葛亮は撤退したの。しかしその後李元はなぜか、きちんと、兵糧を送っていたはずなのに諸葛亮はなぜか撤退した、と蜀の皇帝劉禅に伝え、蜀軍が撤退した原因を自分のせいじゃなく、諸葛亮のせいにしようとしたの。これのせいで諸葛亮は李元と争うことになり、その結果李元は罷免されることになったの。この流れは李元の動画で詳しく説明しているものの、正直よくわかんないんですよね。なんで李元がこんなバレバレな嘘をついたのかってのが。まあでも諸葛亮には思うところがあった。故に彼は長子荘園、自中党員にお手紙を送ったの。いわく、陳信は以前、後に向かう前に私に、李元の腹の中には鋭いトゲがあり、地元の人はこれを恐れて誰も近づこうとしない、と伝えてくれたことがあった。しかし私はこれを軽く考え、李元のトゲに触れな、ければよいと考えていた。よもや古の時代に行われた競技、祖神のような遊説家たちが行った口先のごまかし合いのようなことが行われるとは思っていなかった。このことを急ぎ陳信に伝えなくてはな、と書いているの。その後、陳信は235年に病死したの。競技、祖神も昔に紹介したことがありますね。口先だけで7つの国を自由自在に操った傑物たちです。陳信も生地李元と同郷なので、彼の危険性を諸葛亮よりもよくわかっていたというわけですか。陳寿は陳信のことを、彼の忠義心は年老いてからも衰えることはなく、食の良い進化と言える、と評価しているわ。無難な評価ね。食と語の平和を守り続けてきた男でした。さていかがでしたでしょうか、今回の人物のことは。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。短いながら濃いお話でしたぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。